アシュラテンプルは重戦記エルガイムに登場するヘビーメタル。劇中では主にギャブレット・ギャブレーが登場した大出力、大火力のヘビーメタルである。ダバマイロード、いつもいつも飽きもせずに出てくるな。ギャブレー君か、君こそよくも次々と新型を世の中は動いているのだよ、鈍いやつだな。アシュラテンプルの開発。ポセイダル軍が開発した永久ヘビーメタルの一つ。本作に登場するヘビーメタルのより詳しい情報に関しては別動画のヘビーメタル完全解説マニュアルをご覧ください。ラージフレームを採用したテンプルシリーズの一環として約500年前に起きたトライデトアル島の戦乱時に製作された機体。その中でもアシュラテンプルはテンプルナイツ主力機のブラッドテンプル25番機を改修したものがオリジナルとなっている。現在活躍中の機体はそれらのパーツを50年前に地中からサルベージし、使用に耐えうるものを寄せ集めて修復したものである。そのため劇中に登場している機体はすべてオリジナルをレストアした機体のレプリカ品。ただしそのレプリカ品も過去の戦いで損傷を繰り返し、オリジナルのアシュラテンプルとはかなり異なった外見となってしまった。現在は10機前後が存在していると言われているが、レストアを受けて稼働状態にある機体は4機のみとなっている。本機のムーバルフレームはオリジナルと同様にラージサイズで、エルガイムよりも二回りほど大きな重装備型で大出力、大火力の機体。本機の一番の特徴である攻守両用のサーカスバインダーは肩に固定されている補助アームによって自在に稼働可能。レーザーを反射し相手の攻撃を防ぐだけでなく、先端にパワーランチャーを装備することで攻撃力を底上げしている。両肩には巨大なパワーユニットを装備しており、それにより大出力を必要とするパワーランチャーの4門同時発射をも可能とし、中距離攻撃では絶大な戦闘力を発揮。パワーが段違いだ。全てがエルガイムよりパワーアップしているのだよ。ヘビーメタルの中には対ビームコートを施している機体が多いことから、本機は高熱散弾兵器のリバースボマーを装備することでそれに対応している。接続チャンネルも3つあるため、単独でのバスターランチャーの使用も可能で、2連射も可能なほど出力の高い機体となっている。ただし元々が試作機として開発された機体のため、現在でも欠陥部が随所にあり、バスターランチャーを撃った反動で機体がバーストしてしまうことも。また攻撃力に特化した機体であるだけでなく加速性能にも優れる。グライア隊と共に出撃した際はグライアに乗るパイロットより早すぎてついていけないと言われたほどの加速性能を誇った。ギャブレー様、早すぎます、ついていけません。で、うかつに加速はかけられんということか。コクピットへの搭乗は他のポセイダル製ヘビーメタルと同様にフロッサーシートを使用。頭部の後ろにあるハッチからコクピット内へとラウンディングする仕組みとなっている。アシュラテンプルの武装。セイバー。ペンタゴナワールドのほぼ全てのヘビーメタルが装備しているレーザー式の光剣。両腕にあるセイバーラックにセイバーとランサーがペアで2本ずつ収納されている。パワーランチャー。レーザー砲による遠距離兵器。両腕に2機、細い副腕が持つサーカスバインダーの中央に2機の計4機のパワーランチャーを装備。スーパークラスの容量を持つ両肩のパワーユニットにより同時に発射することができる。エネルギーボンバー。肩と腰の計12機の発射口から敵のバリアと反応するエネルギーを打ち出し、その放電効果によって相手を倒す武器。 B 級ヘビーメタル程度であれば
数発で行動不能にしてしまう。加えて敵のバリアに接触させ、その内部の電子回路をショートさせることで対ビームコートを無効化することも可能。リバースボマー、胸部より小さな無数の高温の鉄球を発射する実弾式の武装。対ビームバリアの発達したペンタゴナワールドでは、バリアの影響を全く受けない兵器として使用された。またエネルギー転換塗料のツインメリットコーティングのボディを傷つけるため、ソーラーエネルギーの補給を断つという効果もある。バスターランチャー、オプション武器としてバスターランチャーを使用可能。エネルギーを超高圧縮して打ち出すことにより、一撃で戦艦等を撃沈できるほどの威力を持つ。ただし使用電力が大きいため、本機の場合はベストコンディションの状態でも6回の発射が限界である。アシュラテンプルのスペック。所属ポセイダル軍、開発ポセイダル軍、生産形態少数量産機、全高 22.0m、 重量 39.7トン、分類 A 級ヘビーメタル、動力源太陽エネルギー、装甲材質ジーンプラ、ムーバルフレーム、ラージサイズ。主な登場者ギャブレット・ギャブレー、バーン・ガニア・キラーズなど。アシュラ・テンプルの活躍。物語での初登場は第19話ゴー・アンド・カムより。カラーリングはレッドとベージュのツートンカラー。名前の由来はドイツのロックバンドアシュララテンペルから。ポセイダル軍13人衆の実質的な指導者であるギュアザロワウより、ギャブレット・ギャブレー隊に補給されたヘビーメタルの一つ。先ほど全員に聞かせた通りだ。ギュアザロワウ閣下からの補給は我々一艦だけでも反乱軍の掃討戦を行えるくらい続けてもらえるのだ。その期待に応えるべく、まずはダバを落とす。劇中では主にギャブレーが登場したものの、アトールやバッシュに比べるとギャブレーの愛機といった印象は薄いと思われる。主人公ラバマイロードの乗るエルガイムとのパワーの差は歴然で、エルガイムのビーム吸収式シールドすらアシュラテンプルの一撃で破壊されるほどであった。なお劇中で運用可能なアシュラテンプルは4機のみという貴重な機体であったが、ギャブレーは劇中でこの貴重なアシュラテンプルをおとりに使い、爆破させるというとんでもない作戦を決行している。貴様、手技に持ち込もうというのか。派手に撃ってくれた礼に共に爆死するか。しかしその後もアシュラテンプルに乗っているところを見ると、現存する4機のうちの2機はギャブレーに渡されたということになる。そのことからも、いかに彼がギワザより期待をかけられていたということがわかると言えるだろう。残りの2機の機体のうちの1機は第46話にて13人衆候補生のアントン・ランドーが登場しており、ギャブレーのノル・グルーンと戦った。さらに物語の終盤のガストガルでの最終決戦では、13人衆の一人であるバーン・ガニア・キラーズも本機に乗って参戦している。その際、ダバの乗るエルガイムの隙を突き組みつくことに成功したものの、ダバの仲間のミラ・ウーキャオの乗るディザードにより攻撃を受け撃墜されてしまった。本機はギャブレーの愛機というイメージは薄く、劇中では活躍の少なかったバーン・ガニア・キラーズが愛用していたため、あまり強敵のイメージはなかったが、テンプルシリーズを改造した機体ということからも、実際はかなりの高性能を誇る機体の一つである。なお本機の一番最初のイメージ画では、この機の特徴であるサーカスバインダーはデザインされていたものの、副腕はなく、バインダーは肩にジョイントしてある状態であった。以上がヘビーメタルアシュラテンプルの詳細である。当チャンネルでは様々なアニメに登場する機体解説動画やキャラクター解説動画をはじめ、企画動画など自称楽しい動画が目白押しです。
ぜひ興味のある方は動画概要欄にある当チャンネルのリンクから好きな動画を探していただけると嬉しい限りです。また姉妹チャンネルではガンダム関連の動画も上げております。最後に動画作成の励みになりますので、ぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。それではまた別の動画でお会いしましょう。